first appearance。皆さんお待たせいたしました。ただいまより2017オートバックススーパー GT ラウンド1オールドライバーズアピアランスを開始させていただきます。それでは全ドライバーを最終コーナー方向グランドスタンドから見て一番右手のピットからご紹介していきますよ。お目当てのドライバーが紹介されましたらどうぞ遠慮はいりません。大きな拍手で応援してあげてください。まずはカーナンバー5マッハ車検 MC86GT ネット坂口夏藤波清人。続いてカーナンバー26第3サード R8 福島山田慎之介ジェイク・パーソンズ。カーナンバー87ショップチャンネルランボルギーニ GT3 細川慎也佐藤公也。マネパランボルギーニ GT3 オリドン学ぶ平峰和樹。アイカーズベントレー GT3 カーナンバー117井出裕二坂口良平。カーナンバー55 ARTA BMW M6 GT3 高木真一ショーン・ウォーキンショー。カーナンバー17京浜 NSX GT塚越広大小暮隆。カーナンバー16モチュール無限 NSX GT 武藤秀樹中島大輔。カーナンバー100ベイブリック NSX GT 山本直樹伊沢拓也。カーナンバー64エプソンモデュール NSX GT ベルトラン・バケット松浦康介。カーナンバー61スバル BRZ R&D スポーツ井口拓人山内秀樹。カーナンバー111エヴァ RT 初号機ルーニースポーツ AMG GT石川圭司山下良生。カーナンバー10ゲイナータナックス AAA GTR 富田隆一郎吉田博樹。カーナンバー11ゲイナータナックス AMG GT3 平中克幸ビヨンビルドハイム。カーナンバー7スタディ BMW M6 ヨルグ・ミューラーアーラーセージ。ガルフ・ナックポルシェ911ジョノ・レスター峰尾京介。カーナンバー21一つ山アウディ R8 LMS リチャード・ライアン柳田正隆。カーナンバー2シンティアムアップルロータス高橋和穂加藤博樹。カーナンバー24フォーラムエンジニアリングアドバン GTR 佐々木大輝ジョアオ・パオロでオリベイラ。カーナンバー360ランナップ GTR 柴田優作青木孝之。カーナンバー12カルソニックインパル GTR 安田博信ヤン・マーデンボロー。カーナンバー48植毛 GTR 高森博士田中雅樹。カーナンバー46 S ロードクラフトスポーツ GTR
元山聡、千代勝政、カーナンバー3 BMAX MDDP GTR、 星野和樹、高野新光則、カーナンバー23モチュールオーテック GTR、 松田恒夫、ロニー・クインタレッリ、カーナンバー33 D ステーションポルシェ、藤井智信、スベン・ミューラー、カーナンバー22 RQs SLS AMG GT3、 和田久志、城内正樹、カーナンバー50フェラーリ 488GT3 は鈴木明宏、新田森生、カーナンバー30トヨタプリウス APR GT、永井宏明、佐々木浩太、カーナンバー31トヨタプリウス APR GT、 佐賀浩輝、久保凛太郎、カーナンバー52埼玉トヨペットグリーンブレイブマーク XMC、 バンバタク、脇坂しみかず、カーナンバー35アット86 MC ハンドレッドワン、ナタウッドジャルーンする変わったな、ナタポンホートンカン、カーナンバー18アップガレージバンド86、中山勇気、川端慎太郎、カーナンバー19ウェッツスポーツアドバン LC500、関口雄飛、国本雄二、カーナンバー36 AU トムス LC500、 中島和樹、ジェームス・ロシター、カーナンバー38ゼントセルモ LC500、 立川裕二、石浦博明、カーナンバー51ジェームス PMU LM コルサ RCF GT3、 中山雄一、坪井翔、カーナンバー60シンティアム LM コルサ RCF GT3、 飯田明、吉本ひろき、カーナンバー1デンソーコベルコサード LC500、 平気小払い年、平手公平、
class. Pole position. お待たせしました。2017オートバックススーパー GT ラウンド1岡山 GT300 キロレース GT300 のポールポジションはカーナンバー65レオンクストス AMG 黒沢春樹ガモン直也。さあどうぞステージ上の3チーム6選手に大きな拍手をお願いします。それではドライバーの皆さんにステージを一言ずついただいていきましょう。まずは予選3位となりました松井選手に聞きましょう。松井選手、このポジションは満足してないですよね。さあどんな気分ですか。はい、3位は満足してないんで、今日の決勝頑張って優勝できるように頑張ります。ありがとうございます。大きな拍手をどうぞ。そして山下さんはどうなんですか。頑張ります。はい、シンプルなお答えありがとうございました。では続きまして予選2位となりました谷口信輝選手に聞きましょう。久しぶりのポールポジションのチャンスを逃してしまいました決勝で取り返す気満々じゃないですか。そうですね、昨日はね、ポールポジション取りたかったんですが取れなかったので悔しくて寝れませんでした。今日はですね、絶対勝ちます。ありがとうございます。さあ片岡選手はどうですか。はい、去年の決勝からですね、昨日の予選までずっと前に黒いベンツがいるので、なんとか今日の決勝はバックミラーでね、見たいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。大きな拍手をどうぞ。さあでは GT300 クラスポールポジションの黒沢選手、後ろの選手の皆さんやる気満々ですよ。去年優勝したコンビで受けて立つ気持ちを聞かせてください。正々堂々受けて立ちます。おー、ありがとうございます。ガモン選手、初のポールポジションを獲得しました。譲るわけにいかないと思います。どうですか。ぶっちぎります。素晴らしいぶっちぎり宣言出ました。ということで皆さん GT300 トップ36選手に今一度大きな拍手ご声援お願いします。素晴らしいレース期待しております。選手の皆さんありがとうございました。GT500 Class, Third Grid. さあ続きましてはクラスが変わって GT500 クラスのトップ3の紹介。まずは GT500 クラス予選3位となったのはカーナンバー37キーパートムス LC500 平川亮、ニック・キャシディ。GT500 Class, Second Grid. Next, GT500 Class, 予選2位は Car No. 6, Wacos 4CR LC500, 大島和也、アンドレア・カルダレーリー。 GT500 Class.お待たせしました。2017オートバックススーパー GT ラウンド1岡山 GT300 キロレース GT500 クラスのポールポジションはカーナンバー8 ARTA NSX GT 野尻智樹、小林隆。一言ずつ選手の皆さんにコメントしていただきましょう。まずは予選3位の平川選手、昨日は不完全燃焼の予選だったと思いますが決勝は見せてくれますよね。そうですね、去年も2位で終わっているので、今年は LC のデビューウィアで、デビューウィンを、いきたいと思います。ありがとうございます。大きな拍手をどうぞ。キャシディ選手も一言お願いします。こんにちは、頑張ります日本語でありがとうございます。
さあ続いて予選に大島和也選手に聞きましょう。新型レクサス LC500 の初勝利へ向けて、ぜひここだけの話内緒で作戦を聞かせてください。今言っちゃっていいですか。いいっすよね、もう始まりますもんね。あのスペシャルタイヤついてるんで、あの、はい、みんながタイヤ温まる前に一周目に仕留めたいと思います。おお、ありがとうございます。さあそしてカルダレリ選手も一言お願いします。あ、皆さんこんにちは、頑張りましょう。ありがとうございます。皆さん大きな拍手を。予選2位のお二人でした。では GT500 クラスポールポジションのまず野尻選手、 ARTA20 周年その開幕戦に見事ポールポジションからのスタートです。オートバックスの社長様に一言。はい、すごく恐縮ですが、私事ですけども、15年以上、ARTA のサポートを受けてレースしてきたので、特に今年は20周年ということで、ポールからスタートできるのを嬉しく思いますし、ぜひともいいレースしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして昨日初めてのポールポジションから7年ぶりの2回目のポールを取りました小林選手、 ARTA20 周年の開幕戦ポールポジションからのスタート、恩人鈴木あぐりさんに一言。はい、去年ですね、優勝したらピットロードで、俺は泣くよっていう風にアグリさん言ってたんですけど、泣いてくれなかったので今日は絶対優勝して泣かせたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。さあ皆さん GT500 トップ36名のドライバーに今一度盛大な拍手、応援の声援をお願いします。選手の皆さんいいレース期待してます。